どうも皆さん、こんにちは。イサフトです。よし、じゃあまあ続きやっていこうかなと思います。まあ、前回はね、まあ、夜アパートを、おやさんがタダで貸してくれるということで、まあ、貸していただいて、あんたが、そっからの続き。あ、これがおやさんじゃない？私は大家の周り。お！おととい来たんだって？それまでは上かい？いろいろだ。わけありか。ここに流れ着くのはみんなそう。まあ、大家さんにね、この前から家賃をタダでね、あの202号室貸してもらって。ティファがどうしたんだ？だね。泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。大家さんは1階に住んでんのかな？そうで、まあ、大家さんにアパート貸してもらって、203の、まあ、人がちょっと病気でね、まあ、一瞬セフィロスが出てきたかなって思ったけど、まあ、あとは、あの、なんか影の敵みたいな感じかと思ったけど、まあ、ちょっと違ったね。前で、それで夜が明けてやっていくよっていうとこからが、今日ですね。で、まあ、セブンスヘブンに、まあ、とりあえず行けと。お、猫ちゃん。喋りかけらんないのか。まあ、いいか。よし、じゃあ、まあ、行こうか。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね、うん、じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事、聞いてる？パシリだね。勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。優しい。ついでにスラムを案内するね。よし、じゃあ回収に行こうか。古いフィルターの回収だね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かといるようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。ミュージックディスク。ああ、さっきのジュークボックスだね。フィールドを歩いているとお店や街の人々が流している音楽が聞こえてくることがあります。流れている場所の近くに行くと音楽アイコンが表示されますと。で、近くにあるショップや自販機などからジュークボックス用音楽アイテム、ミュージックディスクを入手できるから探してみましょうと。ふーん。あ、これがその聞こえてきてるマークなんだ。え、どこにあるの？ミュージックディスク。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム、あのお店の中ってこと？こんにちは、JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいことやったな。その役に変わってくれよ。あんたには無理だ。あん？クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみる。これがさっきのでもあれかな？音楽は買えないのか。ほーん。まあ、もう持ってるね。サンダーが使える、ブリザードが使える。でもあれなのかな？いずれ必要になってくるのかな？ちょっと買っとこうか。ギルは多分結構余ってるよね。余ってなかった。待って、自分のギルってどこで見んの？なんかもう、明日か。449ギルしか全然ないじゃん。ちょっとどうすんの、どうすんの。あ、これがそれか。ちょっと買っておこうよ、せっかくだし。はーん。毎度。オッケーオッケー。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればな。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってまーす。なんかお金回収するどころかお金使わされたんだけど。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。ティファだけだよそれ。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえない。
じゃあ次の集金は展望層の大家さん。あ、さっき会ったよ大家さん。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。かわいいティファ。もうティファそんな格好で歩いたらもう心配しちゃうよ。大家さん、マルさん、フィルター交換です。ティファ待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。おやさんお見通し。顔かわいいティファ。がないね。ティファには甘いクラウドいいね。しっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ手を出しな。マーレさんありがとう。じゃあ行くね。稼いでおいで。休憩ポイントで HP と MP を全回復。自動販売機のそばにあるベンチやベッド、休憩ポイントで休むと全回復することができると。待って、ティファー。何その今のフェイント。マーレさんのおかげで、すぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金、次が最後の武器屋さん。あ、いいね武器屋さんはね、興味。あ、さっきお金いっぱい使っちゃったよ、武器買いたいのに。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。めっちゃ怒ってるじゃん。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな。ありがとうございました。ヤクザじゃん。おしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる。それよりバレットの集金はいつ終わるんだ。今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする。そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く。本格的に何でも屋を始めるなら、まず円を作るべきだと思う。まあそうだな。お金より大事だから。いいこと言う。スラムの心得か。うん、円が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい。自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。ティファニーは素直なクラウド、いいね。ちょっとそんなことより 武器みたいんだけど。スラムで暮らすなら一人に一つ武器を持とう。自分に合う武器は武器屋で相談。常識だよ。チンピラに見せる品はねえ。行った行った。おい、マジかよ。チンピラに見せる品は。武器屋覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。武器欲しかったのに。ティファどこ行っちゃった。いた。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。今日は二人が当番なんだ。おもしかしてクラウドさん入団希望っすか。場合によってはな。自警団は何をするんだ。いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。なるほど。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いい声、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。なんだなんだ。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。お、いいじゃんいいじゃん。金は出せないが俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、
小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。もうこれでやっとちょっと強くできんのか。マテリアの他にあるのか。新機能アップグレードウェポン、武器を強化できるようになりました。スキルポイントを武器に割り振り武器スキルを解放しましょう。アップグレードウェポンで、まずはクラウドを選択して、まあ、バスターソードを強くしますよっていう。おいマジめっちゃかっこよくね。何それ、ハイテク。ほーすげえかっこいいじゃん。武器スキルを解放して武器を強化しましょう。まあ、SP は10しかないんだね。なるほど。ほーん。OK。じゃあまあまずはこんなもんかな。バスターソードコア。なにこれも強化できんの？へえ。あ、4つ解放したら最後これが解放できるよっていう感じなんだね。なるほどなるほど、合ってるそれで。わかんないけど OK。 強くなったね。武器強化を自動モードにすると三角で自動モードが選べます。何自動モードって。お手軽に強化。まあいいや、武器を強化しました。まあ自分でやっていこうかこれはね。スキルポイントはまあ使いながら、どうやって、まあ敵倒したら溜まってくんだろうな勝手に。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。マジウェッジいいやつ。モンスターはどこにいる。瓦礫通りだ。頼んだぞクラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも道知らないでしょ。頼む。任せて、スラムで一番のガイドよ。ティファロックハート、超かわいいじゃんティファ。おい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 、よしじゃあ今日は一応ここまででしょうか。次回ね、その瓦礫に住む魔物倒しに行こうかと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画もよろしくお願いします。それではさよなら。